Thank you.
失礼いたしました。ちょっとマイクのあれなんですかね。マイクがスピーカーに入ってなかったので調べてたらちょっと突然爆音が出てしまいました。大変申し訳ございませんでした。ミント時代もうすぐ大丈夫ですか。マイク2本あるんですが両方とも音大丈夫ですか。小さいとかないですか。俺の声がでかいのとマイクが近いのでちょっとうるさいぐらいが多分ちょうどいいと思います。自分の声はですね。どうでしょうか。大丈夫でしょうか。あ大丈夫なようでしたらこの調整でいきたいと思います。大丈夫ですね。ありがとうございます。じゃあこのまま行きますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
大丈夫ですね。会場大丈夫っぽいですね。ありがとうございます。はい、トレス式の細道のエントリーカウンターの上で受け付けておりますので、参加希望の方、まだエントリーされてないという方お早めにお願いいたします。形式についてはですね、まあ人数次第で変わる可能性はございますので、まあ、分かりませんが、とりあえず、本日行われますイベントに関してエントリー希望の方はですね、エントリー用紙に、お名前と視聴キャラの方をよろしくお願いいたします。こんな感じかな。このマイクなんかちょっと感度が悪いですね。こんなもんかな。
Thank you.
Hey!
お疲れ様です。令和元年7月19日第127回四季の細道、ハクです。よろしくお願いします。本日は空調が壊れてるためめちゃくちゃ暑いです。1試合目、クレジンさんとミッチーさん。クレジンさんはダルシムですかね。ダルシムとミッチーさんの竜か、これは竜だ。竜ダルシムですね。さんはダルシム戦はどうなんでしょう。これですね、中距離での波動はドリルで避けられる。あ、惜しい。ちょっと、あ、いい踏み込みダイヤシだがガードしている。冷静。これがドリルがあるのか。あーっと、昇竜待っていた。ウネガエルです。よろしくお願いします。マイクでかいね。あっと、今の対空出したかったが、スライディングで埋めて、スライディング対空がうまい。そしてファイヤー、ファイヤー、ああ竜巻で避けたが、これはきついか。うまい。おっと、上に出た。これはドリル、見てからドリルが間に合ってしまう。うわっと、なんか頭突き打ったがあんまり減らなかった。クレジンさんの肉弾戦が。クレジンさん、そしてエクスパー、俺のダルシム戦を見ろと言わんばかりの元ダルシム使いのエクスパー。これは見ものですね。あのエクスパーさんのツイッターの名前
が、あの、エクスパーダルっていう、ダルっていうね、ついてるんだよね。そうそう。エクスパーさんは、お、中足前、あ、そう、今、してないよな。まあやっぱ自分も使うキャラだからね、もう、まあ、リューダルシム戦はもう、自信あるんじゃないですか。竜巻にかけてる感じありますか。もうこれ、これ。うわ、昇達。ちゃいました。これがダルシム戦の肝になるのですが、はい、ました。そんなもの疎通には不要。おっと、確定。いいですね。いやー、飛びが冴えてますね、やはり。これまあ結構強気に打ってって、どうやって誘うのもいいですけどね。はい、あとあの打ちどころを見極めて竜巻。やっぱ主なダメージソースは竜巻でやる、もう割り切ってる感じ。もしくはあのファイヤーを手足に当てるっていうのもありますね。ファイヤー強気に打ってれば当たるんで、ファイヤーこかした後はトップスピンで近づけば置き攻めいけるんで、はい、トップスピンの技術も結構必要になってくるのかなっていう。あ、トップスピン必須。いや必須、まあ必須かどうかわかんないですけど、できたらいいねみたいな。そう、ファイヤーとかでこかした後に置き攻めいけないんですよ。はあ、そうなんだ。それがトップスピンだけなんですよね。しかしクレジンさんも投げる、もうこれエクスパー、これクレジンさんも冷静に対処してますね。待って、クレジンさんはうエクスパーがごちゃらせて、あかけて、あーあーあー、これはクレジンさん勝ってますね。やりましたね、追い上げ、怒涛の追い上げが光りましたね。まあ、これ多分エクスパーほっとけば竜巻してくるんで、それをいかに咎めるか。なるほど。中央数竜巻、そして竜巻か、竜巻か。しかしクレジンさんも、まあ、一応見てますね。竜巻はダルシムは何が正解なんですかね。なんか結構普通に落ちそう。あーガードして中盤、中盤ですね。あーそうか、やってみる。合唱直下。しかしダメージ的に押されがちなのはクレジンさんのダルシム。さあどうする。コパンを塗っているが、コパンを連発。あー、スラスト。あーこれめくり竜巻使って投げる。勝ったのはエクスパーさん。やはりひとたびエクスパーさんのね世界に、まあ、エクスパーゾーンに突入すればもう何も怖いものはないと言わんばかりにね、ガンガン行くので。ガッツさんの S 剣、初参加。 S 剣カラーの靴がかっこいいですね。そしてしこのエクスパーの謎ムーブにガンさんは洗礼を受けてしまうのか、はい、一番最初に対戦する相手がエクスパーさんというのはちょっとね、洗礼を受ける感じですね、式のね。いやだがこれは X のやっぱ振りやすいのが高いと、このむちゃくちゃなエクスパーにも、はい、おっと、さあこれ画面足のこのエクスパーが進あー、あるのか、これは、あー惜しい、前、危ないとエクスパー。しかしバックジャンプ。さあもう何ですかね、今の大パンで飛び込んでから下がるエクスパー。やはりだんだんね、これはあー誘われた、危ないガード。やはりエクスパーさんの気持ちいいように動いてますね、これね。あ確定、なかなかテンポがつかみづらいですね。うわー、アッパータイク。エクスなんだそれは、エクスパーアッパー、エクスパーアッパーからの波動拳。これは基本の動きなんで、エクスパーさんの、まあ、あのある程度付き合っていきながら圧をかけて上に逃げたか竜巻したところをしっかり仕込んでおいた昇竜で落とすと、それがやっぱエクスパー攻略ですね。エクスパーコンボ 1P、 あー、X ゲーマーズ、1P は初、なんだ初参加ってなんて言うんだろうね、ガンさん、ガンさんの S 竜で S 剣でしたね。なんていうんですかね、ニューチャレンジャーで。ホークは
ディオンさんですね。ディオンさんフォークうまいんですよね、まあ、本人はそんなでもないって言うんですけど、はい、エルコパワーハメができてたと思うので。マジっすか、うまいと思われます。いや私の方が下手らすぎるだけなんですけど。あー惜しい、変な竜巻が当たって。ちなみにフォークって波動昇竜で抜けられるイメージありますけど、真空がどうなんですかね。一緒か。あーっと8秒7秒。あー惜しい。やはり四季の細道はもうエクスパーさんの土俵ですね。このエクスパーのやりづらさが光る。やっぱこう圧をかけていくとたまらず逃げ出そうとするので、そこを咎めるというのがやっぱ。なるほど、これだ。これは惜しい。これだ、出すんかいみたいな。なんか再び圧をかけていく。そして竜巻、上か竜巻か。あー惜しい、投げてきたよ。さすがですね。なんお、山本さんです。やっちゃう。うねがえる。うね竜、うね竜は、うね竜は勝利出るまでなので。おエクスパがトップスピンを最強竜決定戦。竜が出てくる。エクスパーはために走る。いやー今のは勝利売り込んでたみたいだが出ない。お互いにためるのか。そうするとエクスパー打ってくるよね。おっと勝利出た。昇竜でお互い昇竜出る。怪しい、怪しい昇竜ですね。エクスパーの前着地真空を警戒しておくのは大事ですね。そうですね、よくやってくるんで。あーっと、釣られた。おっと見られていた。これはもう相打ちしても OK でしょう。あれーあれですね、お互い見合って見合って読み合ってみたいになってましたね。結構ウネもむちゃくちゃなムーブをやってますよね。これ着地竜巻中央数怪しい。飛んでくる。昇竜めちゃくちゃだ。真空中ボスか。ガード、中ボスガード、ガードした。竜巻飛んでくるぞ。うわっ、垂直ジャンプ昇級。垂直エクスパーが誤っています。垂直ジャンプ、これはやっていないと。あれは予想外ですね。そして式の番にセロ様。セロ様、セロ様の前にセロ様っぽい色のザンギが。おっと、偽セロテープ。バルログなのか。あ、ガエルだ。お？それでもガエル。ネジ合いでよくやってるのは見るんですけれども、細道的には初なのか。いやでもあれですよ、結構やってますよね。まあなんかネジ合いでやってるのは見るんですけど、うん、細道じゃん。あ、初かもしんないですね。やさっけ。うわーと、おー垂直大キック。真空。ハイパンのイメージだった。いやー。あっと踏んでしまう。まだあった。これはきついのか。昇竜拳打つしかなかった。ダブ様見送り。まあまあありっちゃありっすよね。そうっすね。ケッピア巻きしっかりダイパン残す。さあ直前でガード。ここは大事に体力を使っていきたいところ。真空、これで同じぐらいですね。なんか一回エクスパ、あーっとスタート、あーっと TBS 飛んでる大ヒット痛い。サマー、さあめくりから竜巻、ヒット間に合わず。あーこれは、おっと裏回られた。真空が来るぞ。これは裏剣を投げる。なんでな、なんでだ。生きてる。なぜかバックジャンプする。そして雄たけび。いやー危なかった。お互い危なかった。お互い踏んじゃいましたね。大キック大打ち。お、上手ですね今の。前ジャンプ踏ませる。今のジャックハードですかね。おっとカクカクして。おー、サマ見てる。
ソニックも打たない。真空が飛んできそうだ。アッパーで落とす。真空だ、やっぱり。おっと真空いった。ハードを削り。サマー出しました。なるほど、ダブルサマーが出ずに光を奪われたと。ちょっとディレイかかっちゃったかもしれないですね。そしてここで金子さんのお仕置きタイムか。金子さんの竜、めちゃくちゃ試合もうまいし、エクスパー無双ですね今日ね。そうですね、これなんすかね、みんな暑さにやられてる感じですかね。そうですね。いや今日も外歩っただけで気持ち悪くなっちゃいましたよ。なぜか大パンが漏れて勝利が出る。これは暑さだ。おっと飛ばれる。いやここ厳しいな。15数。勝利で受けて勝利が出た。ハードをかけてしまう。大足が届いた。開幕はいや打ってきた。え？いやいや2019年ですよまだ。大丈夫大丈夫。めっちゃ飛んできますね今日。超人オリンピック。なるほど。そうですね。エクスパーさんね、ちょっとデイトナ式ね、成績良すぎるんですよ。エクスパーのこの着手真空が出てしまう。空振り。このエクスパーのこの大好きな着手真空。あれはね、まんまと足出しちゃダメなんですよね。逆にあれを利用するっていう手もあるんですよね。逆にね。まあ、やってこない時もあるんで。そう、だから、うん。なんすかね、なんか決めてるのか。いや、でもガード安定しますよね、結局。あれですよ、これドカタさん勝ちますよ、これ。なぜかというと、何ドカタさんは対空がめちゃくちゃ出るので。マジっすか。エクスパーが飛んでくれば。しかし、竜巻から投げ。エクスパーのこれはペースなんか。エクスパーペースになっちゃうか。鏡シューパン。なんだ、いやなんだ。おっと、惜しい。大丈夫。コンボ入らず。あ、出ない。ドカタさん、コンボ失敗するの珍しいですね。あーっと、シンク、それは謎。ダイヤシーシンク合わせていく。合わせてはないと思いますが、合わさった。まあ合わさった。噛み合った。そして、これやばいぞ。これはペースが乱れて、勝利出る。上は通さねえ。投げる、いい。投げる、いい投げだ。ダイゴス投げ。タッチショーキックだったので食らわなかった。うおし、タッチ中盤対空。タッチ中盤対空。あれは予想外。意外とエクスパが打ってくる。そしてこの、エクスパタスマキ。中ゴス見せて、あ着手。おっと、長州上流。あ、また真空。やばい。うわ。ことごとくエクスパの真空に。いやー、エキセントリックすぎて。いやいや、中年ですけどね。みんな罠にはまっている。さあ続いてハクさん。お、ハクさんフェイロン。これはあるんじゃないか。ワンチャンフェイロンあるんじゃないか。白フェイロン、略してシラスフェイロンとでも言うべきか。本人は黒酢って言ってましたね。黒酢、はい、なるほど。色的にも黒酢さんですね。出してたんですが、そうですね。抜けるにはいかがず、さすがに。うまくやると、はい、大丈夫、抜けるんですけど。なるほど、まあ、リバーサーで抜けないところにちゃんと被せてあったと。ナイス。あれ、クルジラインなので安く済んでいる。そういうことですね、浮いてたんですね、はい、そうですね。さあ、立ちタイパンの置き方よかった。うお、ロケティア。これやばいぞ。龍拳チュンリあたりのバックジャンプ壁橋は結構手間取りますよね。投げてレク投げて、ね、これホイホイで投げてレク投げて、ね、山本さんもチュンリと龍塚から分かると思うんですけど、はい、追い詰められた時割とこうバックジャンプ台形中継などを出しておくとしのげたりしませんか。そうですね、当たりに来てくれる感じですよ ね。さあめくり入っている。さあと言ってるうちにタッグが止めた。さあめくりからコンボ。あれ山本さんですね。
壊し投げ、意外とセットプレー的なものを覚えてるんですね。あんま使ってないキャラと見せかけて、こいつ練習してんすよ、こいつこそ練してんだよな。嘘つきなんです、嘘つきです。低い逃げとかも上手いですね。そうですね、練習してますね。重ねは投げ返し、さあいい勝負だぞ。おぉ、やっぱ今のはチップインを使ってるのが生きているのか。着地ドンピシャに真空波動拳がぶち当たってしまう。勝ったのはほぼ山本選手。いやー、やっぱリュウ・フェイロンはあれか、厳しいね。てかなんかキャミー使ってるとやっぱ厳しいよ。フーリガンが 出なくなるよ。あ、違う、デックか。デックとフーリガンが同じコマンドなんだけど、ちょっとタイミングが違うんで、へぇ、癖がつくんですよね。ここでミッチーさんのバイソン、もうすでにエクスパーが7勝してしまっている。素晴らしいですね。さあ当て投げ、当て投げ、バイソン当て投げがきついんで、あ、投げる、足が速いんだよなバイソン。お、いい、いいタッチシューパン。お、勝利出す、真空大逆転しましたね今ね。あー、惜しい。すごいアッパー波動、あそこに合わせられる。すかし投げ、おっと昇竜からの竜巻神経、あーっと台足が出ていた。チューパン、しかしこのミッチーさんも結構画面を見てますね。結構以上ですね。ガードしている、投げる、これはきつい。あーっと踏んでしまう。だが意外といい勝負か、投げない、下段ガードしている、えらい勝ち台パン。あっと角半が取れなかったが当たる、アッパー出ている。おパン連打、グラウンド高めだが勝利出る。お竜巻あるのか、あーシンクガードしてしまって勝ち台パン。なんか飛び波動拳が立ち台飛びになってしまった。2周目でクレジンさんのダルシム、さあミチさんですよね。ミチさんバイソン勝利、強いですねやっぱ。たび強くなってますね。いやーバイソンね、何も考えてないですからね。もう竜としてはとりあえず倒すことしか考えてないって。さあダルシムバイソン、これはうまいことやると、スライディング、うまいことやると当たらない、あーっとスラスト、これはナイス、置いてある。何がいいんだ、スパコンか、なんかあれですよね、クレジーもジャクスラで割れたりしちゃいますからね。あーそうですね、あそうですよね。グラウンド投げるからの、おーっと、スカってた。さあファイヤーも涼しいが投げ投げる、これはファイヤーモードに持っていきたいところですね。あれファイヤーモードでいいのかな、いいと思いますよ通常。まあ弾なしと弾ありですからね。そうですね、これはファイヤーモードでいいと思います。問題はゲージを見ること。ジャンプ台感が強い、ジャンプ台キックか、ナイス、今の振り向きに大パンチ。何が正解かがわからない。そうなんですよね。あっと投げる、インフェルノ警戒か、インフェルノが来るのか、投げないです。あっとクレイジー、ごちゃってする前にクレイジー入れていきましたね今ね。そうですね、はい、投げ来る量がもうインフェルノの声が先に入れてしまう。さあ続け、続いてガンさんの S 剣。ガンさん、あれ初参加の方、初参加の方です。あ、ありがとうございます。はい、
勝利券当たる、あんまり減らなかった。立ち台パンが漏れて投げる、これは痛い。立ちこパン、おっと大勝利間に合っている、恐ろしい。立ち台パン、いいパックマンというかだら、おっとジャンプ台パン、勝利当たる、抜けたが勝利、勝利見事な波動昇竜。中足高めだが当てて投げる、ちょっと画面端、これはバイソンの暴力が始まった。これだけでだいぶ減った。お、でもしっかりガードはしているので、おっと我慢できず動いてしまった。やはり画面端バイソン強い、強いですね。ワンが当たって、おっと、だが安かったか。しゃがみシューパン対打ちして痛い。もしかしてヒット確認できるのか。投げ落としたが、おっと投げ返し、これがバイソンの恐ろしいところ。さあ続いて、お、リオンさん、あ、クレジットがナイス。セロテープさん、クレジットがないです。あ、入れてくれてますね、ありがとうございます。おっとバイソン、バイソン、 B4 さんがちょっとニヤニヤしているが、これはどうなんだ。立ちこパン、これがバイソンを見せてやると相打ち、いった、ヘッド待ってる、アントリしてヘッド、遅らせヘッド、アッパーしてしゃがみシューパン、アッパーうまい。あっとクレージを出していた、なんかあんまり安くすんだか。クレイジー、今のはレンガになっていなかった。同キャラですね、同キャラですね。これは知識量なのか。あっ、ヘッドで返す、ヘッドアントになっている。これ意外と分かんないですね、これはどうなんですか、どういう仕組みなのか。ヘッドして投げる、あーなるほど、オアーにヘッドを合わせるっていうね。まずはなんか出していたらクレイジーフルヒット、でもゴチゴチ試合って可能性もねあるよね。ゴチゴチしちゃうよ、クレイジーを出している。これはさすがに見えていたか。そしてウネ選手、なるほど、さあウネ選手のガイルかな。あ、エクスパさんありがとうございます、ありがとうございます。これはあれですね、私がマイク持っているから金子さんの方がいいですね、これは。これはなんかウネ選手思い出せるか。ウネもだいぶバイソン戦をやっていた時期があったので、おっとおっと表三段、やらしい、ちょっと画面端が色気を見せてきましたね今ね。そうですね、今画面端近かったのでアッパーソニックウラケンやろうとしたんですかね。ダブルだったら死んでたか。しかしだいぶやばいぞ、おっとこれはウネ選手の得意のウネダブル、ウネダブル開幕が大事ですね。胸はバイソン戦結構うまいイメージあるので、足台感そうっすね、やってるっちゃやってますもん ね、 あっと裏切り、今のなんかリフトが潰されたか。スターブ、これはたまらず飛ぶが何もしない。さあ距離をうまいし、あーっとクレイジー、しまったところにクレイジーが刺さってヘッド、ヘッドで切っていく。しゃがみ中盤あるのか、あるのか、おわおわおわ言ってる。あー裏剣が届かない、ちょっと早かった、多分裏剣の狙いが。いやー今行ったかと思いましたけどね。そうですね、まあ行きましたね結果。さあ、続いてセロテープ選手かな。セロ様はこれは残儀なのか。セロテープ選手の出た、あ違う、いや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 、思わせての緑行きましょうよこれ。これは残儀ステージの存続はこれセロ様にかかってます。だが梅は意外と、おっ おっとダイエットスクリュー、怪しい、おっと終わった、
はいって言いましたからね。まあ、これ結構ガイル側プレッシャー半端ないですからね。そうですね、勝って当然のみたいな。これガードしちゃった時のヤバい感半端ないんで。おっと膝で乗っていく。中足読んで、うわっとダブルに何かが引っかかった。サマ出して、しっかりガード、安全重ねガード。スイープの嫌目が当たる。さあ上からいった、コパーバレいいかもしれない。さあ最後はどうする。うわー、ニーバズーカが出てしまう。おっと上からいった。あのニーバズーカはやってない。さあ続いて金子さん。これはあれ金子さん、これはセロ様が苦しい。ガイル2戦連続ですかね。そうですね。じゃあここで出てくるのは金子さんのガイル。これはあれですよ、なかなか飛びを通してくれませんよ。うまいタイトソニック、ちゃんと見てますよね最後まで。そうですね、うわ対空ソニックがうまい。わーっとバニーだが、ガイルの補助がバニシングで消したところに、なんかあれですよね、見てるとセロテクさんがサマーに、あ、ソニックに乗っかってるように見えちゃいますよね。そうですね、踏ませてるんですよねこれ金子さんが。下がりソニックで踏ませています、ね、ああいう調整下がんなよ、下がんないはおかしいだろ。これはもうあれですね、横押し力だから。ガイル側はもうこれ一生相打ちでいけるので、横押し力だからこのゲーム。スタブが痛い。あと裏切り、画面端が近づいてきたが、小足中足ソニック、あるのか。あ、惜しい。おっとダイエット、いや今の対空うまかったですね、よく見てた。中足らしい、ただこれ一発あるので、あ痛い。これはもうないのか、もう最後か。あ今ダブルサマー警戒して後ろに下がったところをソニック。さあドカタさんかな。あセロテープさん逆です、逆です、逆です。そしてドカタさんの竜、ドカタ竜最近ねメキメキとね凄まじい勢いで成長しております。成長株ドカタさんはどうなんですかね。ガイル戦は結構苦戦していた記憶がありますが、果たしてガイル戦の成果は出ているのでしょうか。ちょっといい飛びだったが角度良かったですね。竜巻よく見てる、しゃがみ出発タイプ。仕組みがちょっと分かるまで時間がかかると思うんですよねこれ。裏切ってそうですね、五分って言ってるんですけど理解するまで五分にならないんで、まあどっちもって感じですけどね。おっと投げていく画面端、これおっと今誘う、誘ったが、まあおそらく今体力があったんで離すこともないでしょうって感じだったんですかね。相打ち、あのかっこいいですね、あのその場そばってのがかっこいい。竜巻刺さってこっからが大事、チラシ埋めてガードしたがカッカカンが取れない。かなりやってないとできない。ダイヤしたいく、これは痛い、最大だ。投げる、今何かが見えたら投げている。そしてエクスパー1位エクスパー、このエクスパーのあんまり押していかない謎のムーブ。ユウとしては分かっていても画面はなるべく押していきたいところ。竜巻あんまり置き攻めしない。まあリードされてるしててもやっぱ押していきたいところがありますね。竜巻を出していた。なんで竜巻真空を出して思わずなんでとか言ってしまった。なんか対空で見てから竜巻をしてたので竜巻余計なことしちゃった。あーそうだとガードしている。あー余計な飛びがことにより負けた。言うなよ。
余計なことだとないよね。ないのです。そしてそうそうマーベルスが負けている。そう攻撃しないとね。なんだっけ、攻撃が最大の防御っていうからね。そうですね、うん、いいと思いますよ。この固めが今日ね熱くて頭が回ってないんです。わかります。何も出てこない。ちょっと扇風機ですよ、ね、ガードしている。いやもうついてますよ扇風機。なんなら硬い昇竜。おっとおっと真空抜けたが投げ。おっとさあこっからどう攻める。うわ2発うまい。おっとなんだ今の軌道は。あっと今のはしょうがない。竜巻がいらな空達いらなかった。ああ始まっちゃいましたね。始まっちゃいました。ハッキャミ痛い。金子ガエル。金子ガエル。これが面白いんだ。面白いですか。ね。圧倒的ガエル有利なんじゃないですか。そんなこともない。しかしそのキャラの有利不利を覆すのがこのハッキャミという男。まあフーリガンがね。ほら見てください体力。ボールだ。うお。光る？いや削れなかった。しかし中足刺していく。そう。スト2ではこういうことが起きる。これがスト2だったね。わからないけどこれが e スポーツと呼ばずして何か。え、サマー、あの高め、いやでもあれサマーじゃないかな。高めはキャノンだった気がする。しかし金子さん押されているね。押され気味だ。しかし裏剣入る。ちょっとあれ。お言いますね。まあ、確かにね人口が少ないからやりづらいっていうのはあると思う。おっとフーリガンで抜けていく。はい見てましたね。中ガチフーリガンに中ガチガイチですね。ガイチガイチ。さあしっかりフキャノンで逃げる。踏まない。フーリガンも通らない。さあどうする。めくりからダブ様。でかいの入っちゃいましたね。きっちりいった。きっちり。じゃあヒーローインタビュー。はい今日のヒーローです。いや今なんか逆だったんでしゃがみで透かそうとしたんですけど食らっちゃいました。すいません。ついもう実況ちょっと任していつからだ。さあここで現れたのがあの伝説のチュンリー使いほぼ山本選手。しかしおっとあーくぐって投げられて。いやーしかし金子さんのガイルは球の打ち合い球打ちがねやっぱねうまいんですよね。やっぱり総裁できるところで総裁していってちゃんと押し置きしていく。しかしここでチュンリーのキャラ性能が猛威を振るっているが裏剣食らってまたやり直し。さあ球の打ち合いが始まる。しかし、うまいですね。さあ、お互い、まあ、ダメージを取っているが、ガイルがだんだん押していますね、これ。さあ、これ、やっぱりチュンリーの飛びをくぐるっていうのは、やっぱり結構難しいんですよね。しかし、山本選手、あるよ、うますぎて、投げられてしまう、結構、チュンリー、今投げれそうな感じでしたが。じゃあヒーローインタビュー。さあ入っていくのがクレジンダルシム。ここはいけるんじゃないか。まあ、タッチ変わんないですよ。気温が下がるわけではなく。さあ裏から。おっとここでファイヤーモード秩序をね保つため。おっとしガードなぞ。
くり見ていく、ゆっくり見ていく、見て見て見て打つ、見て危ない、見ていく、投げる、ガンガン、さあガンさん、先ほどの、お、再び S 君いい動きを見せてくれた S 君ですが、さあ剣戦、 S 剣戦、これどうなんだろうな、竜と同じでよくて、ガエルとしては竜と同じでよくて真空がない分、あ、TBS か、 TBS 超怒りやすいのが TBS 狙いか、あと足払い等に勝利権引っ掛けるのがこの剣竜への問題、なるほどなるほど、横に伸びるんで、あと通常の火力が S 剣は本当にやばいので、竜とは違った形でやらないといけない、ガイルとしてはちょっとしたミスでやられてしまうような、そうですね、一発トリガーも結構きついらしいです、あーなるほど、はい、S 剣だからってことです ね、 ですね、完全無敵ですからね、たくさん弾を打ちつつ、インナーファイトの結果、今のも多分竜なら綺麗に落ちてるかもしれないですが、なるほど、おっ、ただ竜巻はダウンがない、足が速いので踏み込み台足などもかなり機能する、そうですよね、踏み込み台シャドウが、おっ、出た、そうですね、落とせない、そうですよね、大パンねじ込まれて昇竜で死んじゃいますからね、さあ、続け、あれ終わりかな、ディオンさん、え、違う、ミッチーさん、いや、ディオンさんですね、さあ、じゃあ今のところ金子さんが単独2位ぐらいになっちゃってんじゃないかな、これ同率1位、なるほど、これはエクスパーさん起こしちゃいますよ、勝っちゃうと、さあ、ディオンさんが選んでるのは、エクスホークですね、これホーク使いはガイル大好きだって言ってますからね、皆さん、その真相はわからないですけど、私はおっと、ちゃんとおずる入れていく、サーマーが溜まっている、さあ残り数だと、おっと踏んでしまった、さあ1ラウンド先制は金子ガイルさせないぞと、 N コパをサーマーで引き拒否ったわけですが、さあ上から、上からもありますからね、上一発食らったら死にますからね、さあ越えてきた、上から、しかしダブルサマーで削り、うね返るムーブですね今のはね、違う違うぞと、さあというわけで同率1位だったのが金子ガエルさんが8勝と単独1位に、あ、なるほど、お互いの両親により、このまま 1P 側決勝に入ります、 1P 側金子ガイル、 2P 側、エクスパーリュウということで、3先です、3先お願いします、開始と、さあ、ソニックに竜巻、結構あれですね、開幕から動いていきますね、お互い、まあ、ガイル対応キャラなんで、はい、ステージでそのままやりたいけど、エクスパーさんどうって聞いたらいいよっていう感じ、なるほどなるほど、見えるからってことですね、まあ、エクスパーさんのタイプからいくと速いステージの方が向いてるような気がします、そうですね、そうですね、そこは王者の監督、さすが、さあソ
リス様の形になった。おっと、真空で抜けていく。しかしあそこで使ってしまうと、さあこの玉よけ、そしてたまらず飛んだところは踏み込みリフト。そうっすね、スーパーさんのスパイクだとやっぱりリードされて取り返すのはちょっと厳しいところがありますね。リュウはそもそもループが短いですよね。まあまあダウンも広がってればあるんですけど、やっぱり無理をしなくなったガエルからダメージを取るのは結構厳しい。そうっすよね、シンク、おっと、台足当てていく。しかし踏み込みが、あー、アントビですよね。飛んだら、おっと、アッパー。そうっすね、ガイルが取り返すのが難しい。そうっすね、さあ、3ラウンド目、ラウチにも大将、表打ちにも大将、まあ、スピットも大将、ピヨっている、1、2、3と、さあ1本目取ったのは金子ガイル。某ね、某あのプレイヤーさんとかはね、あの竜使うときはガイルに対してあの投げだけで殺す勢いでいかないとみたいな、そんなことも言ってました。一度こかしたらもう投げだけで殺すと。そんなことも言ってたんですが、置き攻めなんか行きたいところですね。だからさあ入った、入ったが繋がってなかったか、飛びが通った。おっと、またしても立ち中パンチ対空、謎の対空が相打ち OK。サーマン、今のカメもなかなか早いですね。カメ早いですね。おっと、惜しい。おっと、昇竜ねじ込んでいく。これはお決まりの中足ノンキャンシンク。ゴドットは取れましたが、ちょっと足りなかった体力が、はい、これ6ドット取れますよね。取れないのかな。取れますね、取れますよね。さあ落としてめくりから入ってダブルサマーまでいった。8ヒット。さあ、2試合目も金子ガイル、クレジットある。さあエクスパさんが気合を入れ直す。得意のしゃがみ大パンチタイプを打ったところにクリショーチューからのフルコンボ。おさあ、このアウトはリード、この体力リードで走りも込んで、そうですね、ガイルは手出しづらいですよね。なんですが、ネコガイルはあっという間に体力取り返して、真空も使わせる。さあ、こうなってくると、もう一度ため始めですよね、リュウは。全身竜巻。さあ、飛んでしまっている。お互い無理しないとなるとガイルが若干有利。シンクを飛ぶ。うお。あの距離でもそうですね。シンク速さは一定なので。あれソバット空中判定になりますよね。ますね、今投げれない。投げは通る。踏み込み台足は上に乗るって感じですよね。なるほど。そこまでは飛ばないぞと。
なるほど。さあ最後の1ラウンドになってしまうのか、エクスパーさん、巻き返しを望みたいところ。お互いゲージは持っているが、どこで出す。あーまたやってしまった。あ、猫がエビ取り。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ金子さん、金子さんちょっと一言お願いできますか。はい、暑い中ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、なんかこう今日やってみてこう手強かったなとか。皆さん強かったです。お、女性がない。というわけで第127回式の細道、優勝は金子ガイルでした。おめでとうございます。はい、さあそんな感じで多分もうあれですよね、今日金曜日だから、はい、明日から夏休み的な。そうですね。あ、学校にもよるんですかね。明日が最終日、終業式っていうところもありますよ。あ、そうですね、土曜日行くところは、はい、そうですね、まあ、ぼちぼち夏休みみたいな感じで。あ、そうですね、明後日はロボット的な。お、マジっすか。そうっす、ゼロスリーもあるよみたいな。自分深谷ロボット行きたいんで今日あの期日前投票行ってきました。なるほど、さすがですね。そうなんですよ、あそこ朝から行くことになるんでちょっと調べたんですけど、はい、はいはいはい、空いてないんですよね。そうですね、参議院選ですよね。そうそうす、はいはいはい、僕まだ未成年だから。あ、なるほど、はい、早く、うん、まだ18歳ダメなんでしたっけ。いや、もう18歳 OK なんです。ああ早く18になったら、うん、18の、子はもう来てます。行きたいですね、投票用紙が、はいはい、僕まだ16歳なんで。あ、なるほど、はいはい、ちょっとね、はい、厳しい感じで追い込まれてきたんで。そうですね、まあぼちぼち。それからあれですね、 XS との方もエントリー始まって随分経っていろんなチームが、 うちもありがたくことにチームが組めまして。あ、そうですね、3人、はい、割と登場戦遠征勢みたいな感じでチームが組めたので、はい、ちょっと頑張ろうかなみたいな。いいっすよね、はい、地元的な。あれあれですよね、なんか前夜祭前々夜祭みたいなのがありますよね、本戦だけじゃなくて。一応なんか発表見たんですけど、はい、まだ連絡は受けてないんですけど、はい、前々夜祭って単に、はい、金曜だってだけなんですけど、前々夜祭とは言ってますが、はい、果たして何かあるのかちょっとその辺まだ分かんないんですが。そうですね、はい、謎に包まれた、はい、前夜祭があるのに前々夜祭があって、なんかまあまあでも言うても、はいね、大会前なんで。そうですね、練習とかにはあれ3連休ですよね、確か8月の。そうですね、はい、ですよね、8月の、10、11、12だから9日の金曜日から。そうですね、イベントがあるということ。当選は8月11日の山の日、はい、はい、ということですよね。どうするのか。あと高野祭も一応あるらしいですね。そうですね、高野祭は月曜日にニュートンさんで。あー、なるほど、はい、まあね、全部出るもよし、さすがに全部は出ないもよし、はい、ちょっと山本家族ゲージ回収に行かないと。まあ割と普通、まあ割とね、そういう方もいらっしゃると思います、はいはい、まずいですね、はい、なるほど。今予定を見るとがっつり休みなんだよね、はい、この感じで。まあまあ出れる方出れない方、はい、まあ、全部出れる方、ところどころ出れる方、ね、お楽しみいただければと思います。思います、はい、こんなもんですかね。そうですね、はい、なんか暑いし。暑いですね、今日の暑さはおかしいですよね、なかなかのものです、はい、というところで第127回、ね、はい、式の細道、はね、優勝でした。金子ガイルさんですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。配信台はまだ文字合いを。そうですね、今ガイル使って遊んでるのはグッチさん。グッチさんですね、はい、さあ熱い、さあな、ね、じゃあそんな感じで、はい、残り時間をお楽しみください。ま、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お願いします。Thank you.
Thank you.
Fuck!